はいどうもこんにちは、山梨すみます芸人の石井壮太郎です。さあ、今が旬キノコ料理ということで、山梨県のですねちょっと珍しいキノコがたくさん並んでいるお店があるということで、早速まずはそちらにお邪魔したいと思います。行ってみよう。さあこちらをご覧ください。こちらゴミ屋さんと書かれているこちらですね、青果店さんなんですけれども、こちらにねちょっとやっぱり山梨の秋の味覚キノコあるということで行ってみましょう。うわっ、いきなりありました。見てください、店長にこれ全部キノコですか。なんかものすごい色とりどりのキノコが並んでおりますけれども、ご主人が今作業されてますのでちょっとお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。あ、作業されます。よろしくお願いします。はい。これ今店頭目の前にずらっとこれ並んでるのは、はい、全部これキノコですか。そうですね、自然のキノコです。あ、はい、自然のキノコ？天然のキノコです。あ、これ全部天然なんですか。はいはい、そうです。すごい種類ありますけれども。はい。はい、いやちょっと見たことないのめちゃくちゃ並んでますね。そうですね、なかなかね。これ時期のものですから。おお。もう後半のキノコに。あ、なってきてるのね。あ、11月で大体終了になりますから。あ、それぐらいの時期なんですね。この時期でなきゃ出ないキノコってものいっぱいあるわけね。すごい、はい、これちなみに何種類ぐらい並んでるんですか。そうですね、30種類くらいあるかな。そんなに売ってる親御さん、うん、僕初めてですよ。すごいですね。はい、本当にあのキノコね、親御さんだらけでキノコやるの、もうキノコ屋を名乗っているぐらいの種類ですね。ね、本当ですね、はいはい。今回はキノコを購入してあるキノコ料理に挑戦します。じゃあお父さん、はい、僕ちょっとこのキノコたちを使って、はい、キノコボートを作ってみようと思うんですけど、はいはい、何かこのおすすめのキノコはどれかありますか。そうですね、はい、飲めるのあるものと、はい、それから歯切れのいいシャキシャキ感のするものと合わせながら、やるのがいいかなと思いますね。それにマッチした出汁の出るもの、やっぱりキノコですから、はい、出汁も出なきゃやっぱりね、美味しく感じない。はい、その3つ3拍子揃ったものをやればもうバッチシだと思います。お、なるほど、はい。まあ、それに今の言った里芋を入れたりとか、はい、旬のものね、野菜を使ったキノコボートをすれば面白いかなと思います。また別に野菜を入れなくても、はい、あのキノコだけでも十分、ね、まあ、そうですね、せっかくなんで、ね、キノコだけ、はい、オンリーで、うん、そうね、行ってみようかと思うんですけど、それに合わせれば十分に食べられる。はい、じゃあそれ、はい、どれがいいですかね。そうですね、ちょっと火を入れると思ったらやっぱり山梨の網竹工ね、はい、まあ、これを使って、はい、あとは面白いのは歯切れのいい裏紅布袋しめじ、あ、うん、お、なんか雑キノコって感じしますね、うん、これね、うん、あとはまあそうだな、あの飴竹でもこのキャラメツブタケどっちでもいいと思う、うん、まあちょっとずつ混ぜながらやるとあったら、はい、出汁の出る畑しめじ、はい、これは出汁が出ます。出汁が出る、はい、これで歯切れのいいもの、はい、これでチャラメタで使えば4点を使えばもうバッチシだと思います。じゃあその4点をちょっといいですか、買わせていただいて、はいはい、大丈夫です。それで作りたいと思います。はい、頑張ります。やってみてください。はい、ありがとうございます。はいはい、これちなみにですけど、はい、その出汁が出る、うん、はい、のこれって言いましたよね。出汁の出るのか。あ、これか。畑しめじね。これを先に入れたいとかっていう感じですか。はい、全部一緒でもう大丈夫だと思います。大丈夫ですか。全部どれが先とか、それなくというから、どんどん綺麗に掃除したら入れちゃって。はい。これで放っとくとか、そうした方がいいと。わかりました。はい、じゃあ、そのような感じで、はい、キノコボートを作りたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、頑張ります、はい。はい。やってください。石井壮太郎のキノコボートクッキング、さあということでですね、富山青果店さんで購入していただきました、キノコを使ってですね、ほうとう作りやっていきたいと思います。で、一応本出汁も入れます。キノコ全部洗いました。これを入れていきたいと思います。出汁を取るために水の状態から入れていきましょう。えい、出汁を出ろ、出汁を出ろ、えい、
出汁を出ろ。この大きいのも酒裂いて入れてねって言われましたけど、今回はこのまま入れてみます。挑戦です。さあこの状態で沸くのを待ちましょう。あとはこの白漠さんの暴れ放蕩の麺を入れるだけ。こちらのお味噌を投入。えい。さあ出来はどうでしょうか。オープン。あらー美味しそう。ということでキノコボート出来上がり。やった。では早速キノコボートいただきます。さあお味はどうなんでしょうかね。うわものすごいたっぷりのキノコ入ってますよ。ゴツゴツとしたね。ではいただきます。じゃあやっぱりこのでかいキノコからいただきましょう。いただきます。うん、歯ごたえシャキシャキ。うん、柔らかい弾力とこのシャキシャキの食感がキノコ特有な味わいと相まってすごく美味しい。うん、ちょっとなめこっぽい、大きいなめこっぽいのもいただきます。うん、あ、こっちはちょっとこうぬめりがあって、そのぬめりが舌触りがすごく良くて味わいもいいですね。うん、トゥルンってなる、美味しい。うん、うん、ということでですね、山梨県の絶品きのこ料理でございました。ぜひ皆さん山梨もですね富谷製菓店さんに来て美味しいきのこガッと揃えてですねほうとう作ってみてください。以上山梨県からでした。ありがとうございました。